日本人全員に知っておいてもらいたい国会議員に至ってはマストですね。すでに世界飛び出してる話です。この神社にですよ、世界48カ国の高校生250人が集まったんです。キーワードは津波です。防災と復興、稲村の日というお話、世界津波の日が稲村の日に由来してるんです。これはただごとではない。自分の田んぼすべての稲村に火をつけてしまいます。火を消すぞ。待て、放っとくんや。いや、何やっとるんじゃ五平さん、はよ火を消さにゃ。駒麻呂でございます。はい、今回ご紹介する神社はですね、タイトルにもあります通り48カ国250人もの外国人が一堂に集まったという神社をご紹介します。その神社は和歌山県有田郡にございます広八幡神社でございます。実はここ最初に言っておきますが、地元の方々も覚えておいてください。この度神社名が広八幡神社から広八幡宮へ変わります、まあ、変わるというか実は元に戻るっていう言い方の方が正しいんです。江戸時代までここは広八幡宮という名前だったんです。昔の名前に戻そうということでこの度このタイミングで改められます。その報告も兼ねてのご紹介となりますね。とりあえずこの神社どこにあるのか恒例の Google Earth で示してみましょう。はい、ずずずっと寄ってきまして、はい、こちらです。ちょっと引いて見てみますと、観光地で有名な白浜は遥か南にありましてですね。で、和歌山市からも結構離れてますので、まあ、都会からはだいぶ離れた地方です。まあ、田舎ですね。はい。田舎ではありますが、有田地方ということで、皆さん、有田みかんって聞いたことありませんでしょうか？そう、ここはみかんの産地として全国シェアトップでして、さらにその中のブランドが有田みかんです。これは有名ですよね。耳にしたことあると思います。一応国道も通ってますし、阪和自動車道っていう高速道路も走ってますんで、アクセスは悪くないと思います。で、神社の由来としましては、神宮皇后が三冠、まあ、朝鮮半島ですね。ここを制した後の帰路で、この有田広村という場所に行幸されたというご縁がありまして、ここに八幡宮が建てられたということだそうです。ですから、祀られている神様は、神宮皇后のお子であります、武人、王神天皇、そして女性の身でありながら三冠征伐を成し遂げた神宮皇后ご本人、そしてさらに神宮皇后の夫であります中愛天皇、この三柱が本殿に祀られているご祭神でございます。神宮皇后の話はですね、ゆずる葉神社のご紹介動画で説明してますので、三冠征伐のお話などとともにですね、詳しく知りたい方はぜひそちらの方をご覧ください。じゃあ今回お話しするのは何やと。この神社の見どころというか紹介したいところたくさんあるんですけど、まあ例えば巫女三姉妹のお話だったりとか、宮司の奥さんがですね、まあこれ言っていいのかどうかあれなんですけど、まあ歩くパワースポットとか言われたりとかしてるなのですね、まあ面白いって言ったら語弊あるんですけれども、神社の魅力ありましてですね、いつも通りこれはご紹介させていただきます。いただきますが、ちょっと神様には申し訳ないんですが、第1部と第2部、これをがっつり使って、実は神様自体とは全く関係のない話をします。でも神社自体、広八幡神社とは深く関わりある、とても大切な話なんです。これはぜひ、日本人全員に知っておいてもらいたいですし、世界の人にも知ってほしいというか、まあ、すでに世界飛び出してる話です。実は、もう国会議員に至ってはマストですね。絶対知っとかなきゃいけない話です。まずこの神社の場所って、さっきも言いましたが、はっきり言って田舎ですよね。でもそんな場所にあるこの神社にですよ、世界48カ国の高校生250人が集まったんです。47都道府県じゃないですよ。48カ国です。世界です。なんでこんなところにって失礼な言い方なんですけど、いやでもなんでほんまにここに集まったんか。キーワードは津波です。このお宮さんは、ある実話をもとに作られた物語によって、津波と深く関係ある神社として知られるようになりまして、そのことが全世界の高校生が集まる理由となったんです。皆さん、稲村の日というお話、聞いたことないでしょうか？実はこれ、小学校の教科書で一部使われている話なんですよね。なので、もしかしたらお子さんの方が知ってるかもしれません。この話について、後で全容をお話ししますが、とりあえず簡単に言いますと、簡単にですよ。江戸時代後期に紀伊半島から四国沖を震源とした大地震が起こりまして、その後に迫り来る津波から村人を守るべく奮闘する一人の実業家、浜口五良なる人物が主人公です。
津波が襲ったのは夜だったので、暗がりの中で迫り来る津波の恐怖の中、村人が迷わず避難できるよう、まだ危険な状況であるにもかかわらず松明を持って稲村という、まあ刈り取った稲の束ですね、ここに次々と火をつけて避難所への道しるべとしまして、で村人たちを守ったんです。そしてその後、同じような被害を受けないように資材を惜しみなく投じて防災に尽力された。めっちゃ略して言うとそういう話です。で、さっきも言いましたが、これ実話なんですよね。この実話を元に児童でもわかるよう物語に仕立てたのは稲村の火っていう話です。このお話が1937年から1947年までの10年間、ちょうど第二次世界大戦がこう間に挟まる時代です。この時、小学校5年生の国語教材として採用されたんですね。第二次世界大戦戦後、数年で採用されなくなってますので、アメリカの統治下による影響かなとは思うんですけれども、まあ、2011年度より採用されています、三村図書出版による小学校5年生国語教科書でこのお話が一部紹介されるような形で復活しております。はい、その教科書がこちらです。なんで私がですね、この小学校教科書を持ってるのかと言いますと、これ息子の教科書なんですね。息子のですね、まあ、世を忍ぶ仮の姿となって学校通ってるんですけども、稲村の火の話を、まあ、私が妻にですね、話したときに、あれ、なんかどっかで聞いたことあるで、その話。じゃあ、あの子が宿題でその話朗読してたで、って言われてですね、マジかと思って息子に聞いたら、ああ、載ってるで、って、あっさり回答されましてですね、手元にあったんですよ。びっくりしました。教科書って一社じゃなくて複数社ありまして、どこの出版の教科書を使うかは各地の教育委員会などが定めるんですね。ですから、まあ、運よく三村図書出版採用の学校だったんですよね。で、さらに、稲村の火の話が載ってたのはですね、2011年度から2019年度までの間でして、まあ、私の息子が小学校5年生だったのは去年、ですから、ギリだったんですよ。学べる機会って。そう、残念ながら2020年度で載らなくなっちゃったんですね。まあ、そんなこんなで、手元にあったっていうことです。はい。で、なぜ一時期ながらも復活してこう教科書に採用されているのかと言いますと、それは津波から身を守る防災と災害後の復興、この大切さを知ってもらうという大きなテーマがあるからなんですよ、この話。この話が再び採用されたのは2011年度で、そう、東日本大震災が起こった年なんです。まあ、時系列的におそらく大震災があったから掲載されたんではなく、たまたまタイミングが重なったものと推察しますけどね。はい。そして、この防災と復興のテーマがあるからこそ、稲村の火っていうのはですね、国境を越えて、海外にまで知られるようになったんです。1993年頃、アメリカ合衆国コロラド州ではですね、服読本ながら、小学校で英訳された稲村の火が使われております。そして、およそ10年に一度、国際的な防災戦略について各国が集い議論する国際連合主催の会議、国連防災世界会議、WCDRR って言うんですけど、というのがあるんですが、2005年に神戸で行われた第2回の防災世界会議の場で、この稲村の話が紹介されて各国に注目されたんです。このこともあり、世界にこの話が知られるようになりました。まあ、実はそれよりもっと以前から世界で知られるきっかけがあったんですけれども、それは後々お話します。で、この防災世界会議の後、6年後ですね、2011年、東日本大震災が発生しました。信じがたいあの津波の恐ろしい光景は皆さん、映像を介して目にされたと。もしくは、直接目にされた方もおられると思います。この震災の犠牲者のほとんどが、9割が津波によるものだったんです。それだけ津波は恐ろしい。そこで、この津波の脅威への関心と対策が進展するよう、日本が国連に世界津波の日を提唱し、これが採択されました。その内容、大事なんで、ちょっと外務省の発表内容を読ませていただきます。決議の具体的な内容としては、11月5日を世界津波の日として制定すること。11月5日を制定することは、1854年11月5日に和歌山県で起きた大津波の際に、村人が自らの収穫した稲村に火をつけることで早期に警報を発し、避難させたことにより村民の命を救い、被災地のより良い復興に尽力した稲村の火の逸話に由来すると明記されてるんですね。そう、世界津波の火が稲村の火に由来してるんです。それだけ重要視されてる話なんですよ。で、この世界津波の火が制定されたことで、世界津波の火高校生サミットが始まりました。
各国の高校生たちが集まり、津波の歴史、防災の知識、各国の防災の取り組みなどを共有し、ここに参加した次世代を担う高校生たちが将来、防災、減災分野におけるリーダーとして活躍することを期待して行われているサミットです。毎年行われてまして、第3回はここ、和歌山で開催されたんです。で、その和歌山サミットに参加した約250名もの海外の高校生を含む750名弱の人が、ここ広川町で行われている稲村の火祭りという浜口五郎の精神を後に継承していくという祭りに参加されることになったんです。ということで、ここ広川町へサミット参加の方々が集まったということです。なぜここ広川町で稲村の火に関する祭りが行われているのかと言いますと、ちょっともたえぶりましたが、想像つくでしょうけど、そう、こここそが稲村の火の舞台なんです。大津波に襲われたところであり、浜口五郎がいたところです。さらに、なぜ広八幡神社が関わりあるのかと言いますと、この神社こそが津波が襲った時に村人が実際に避難したその場所だったんですよ。浜口五郎がですね、村人が迷わず迅速に逃れられるよう、道しるべとした稲村の火の先にある避難所。それこそがここ、広八幡神社だったんです。稲村の火祭り自体っていうのはどんなものかと言いますと、広川町役場から約 1.8 キロ先の広八幡神社へ、実際にこう火をつけた松明を持って向かいまして。んで、鳥居の前に用意された稲村、これ実際に火を放ちまして、津波が来ないことを願う神事がここで行われるという内容です。ですから、約250名もの海外の高校生を含む750名弱の人が、ここ広八幡に集まったということなんです。まあ、広川町は大騒ぎ？神社も実際、もう許容範囲超えてたそうです。まあ、それはそうですよね。それはこんな田舎にですね、まあまあ、そんなこと言ったら怒られますけど、まさかまさか世界各国から人が集まるとは思いませんよ、普通。ちょっと余談ですが、神社の場所が避難所になるっていうのはですね、合理的っちゃ合理的なんですよ。というのも、特に昔から変わらずその場所に鎮座なさっている神社っていうのは、災害を受けにくい場所だと言われてるからなんです。考えてみれば当然ですよね。昔からあるということは、そこは大きな被害を受けていないということと、基本的には等しいですから。まあ地盤が強固だったり、それこそ海面から高いところにあったりします。被害を受けてしまったところっていうのは、まあここは良くないということで安全な場所へ移ったりしてます。もちろん例外ありますよ。広島にある宮島の厳島神社なんて、それはほとんどの部分が海の上にありますからね。何度も災害を受けてます。受けてますが、その度に修復を繰り返し、あの場所を維持してます。なんでもっとこう内陸に移動せんのかっていうツッコミあるかもしれませんが、もともと海の上に建てることに意味がある。というかまあ、島の中に建てないっていうことに意味があるので、まあ現状を維持してるんです。まあお知りになりたい方は、ググってみてください。さて、まあタイトルにありました、広八幡神社になぜ全世界から人が集まったのか、その理由が分かったというところで、そう、稲村の火の全容をお話ししましょう。稲村の火というお話自体は、これあくまで実話をもとに作られた物語です。事実もあり、創作の部分もある。フィクションとノンフィクションの間ですね。こういうのをですね、ファクションと言います。エキシン、ちげえよ。ファクションね。はい。まあノンフィクションノベルとも言います。もともと土台となる実話があって、それを物語、小説にアレンジしたって感じです。ここ広川町、当時は広村と呼びます。ここで生を受けたこの話の主人公、浜口五郎。またの名を7代目浜口義平と言います。二つ名がある理由は、この浜口義平という名前はですね、代々浜口家当主に受け継がれる名前だからなんですね。で、浜口家当主として行っている授業、これ何を商いとしていたのか。日本人ならほぼ耳にしたことあると思います。現在のヤマサ醤油です。現在全国シェア2位につける醤油の会社です。1位はキッコーマンですね。まあ醤油は地域によって偏りありますけど、京都なんかは1位のキッコーマンと肩並べるのは東丸だったりします。まあ関西は薄口が主なんで、薄口醤油を生み出した東丸は昔から馴染みあるんでしょうかね。スーパーでも特売とかで前面に並ぶのはキッコーマンと東丸だったりしますんで、ヤマサ醤油はちょっと馴染み薄い方もおられるかもしれませんけれども、でも絶対耳にしたことはあるんじゃないでしょうか。実はこの広川町のお隣にあります、紀州湯浅はですね、醤油発祥の地として日本遺産に認定されてます。その技術を持って、初代浜口義平がですね、ここ広川町、まあ当時広村ですね、から、
千葉の銚子へ移りまして醤油醸造業を始めたんです。創業は正保2年、3代目徳川家光の時代ですね。ですからもう3世紀以上にわたり事業が続いているまさに老舗です。その7代目当主が今回主役の浜口五良なんですね。そして稲村の日の舞台としてことが起こったのはですね、日本にとってこれ運命の日と言ってもいい出来事のあったその翌年です。そう、アメリカ合衆国の海軍ペリーが来航した嘉永6年、その翌年安政元年に起こった東南海沖を震源地とするマグニチュード 8.4 前後と推定される規模の大地震、安政大地震が起こります。稲村の日の物語はここから始まり、浜口五良の名は作中五兵となって登場します。書かれた話を私なりに簡略化して述べますが、特に津波による被害者の方々、もしかしたら見ておられる方でいらっしゃるかもしれません。災害時を思い出し不快な思いをされる可能性もありますので、ですからその方はここで動画をストップして第2部からご覧ください。はい、では、背景を分かっていただいた上でようやく稲村の日の物語お話しいたします。これはただごとではない。そう思った農村の高台に住む年老いた村長五兵は家の外へ出ます。今の地震別に激しいというほどのものではなかったが、なんだあの長くゆったりとした揺れ方、そしてうなるような地鳴りは年老いた五兵にとって今まで経験したことのない不気味な揺れ方でした。村の様子はどうだろうか。今年の豊作を祝う神秘に気を取られていて地震には気づいてないようだな。そしてふと海岸の方へ視線を移しますと、五兵の目はたちまちそこに吸い付けられてしまいます。なんだこれは。向かってくる風とは反対に波が沖へ沖へと動いて、みるみる海岸には広い砂原や黒い岩底が見えてきたんです。大変だ、津波がやってくるに違いない。このままでは400もの村のみんなが村者とも人の身にやられてしまう。これは一刻の猶予もない。そう思った五兵は家に隠れ大きな松明を持って飛び出します。そして取り入れられたばかりのたくさんの稲の束、稲村の前に立ちます。もったいないが、これで村中の人たちが救えるはずだ。えいと五兵はいきなりその稲村の一つに火を移しました。風に煽られて火の手がバッと上がります。これ一つでは足りん、もっと多くつけねば。五兵は夢中で走り、自分の田んぼすべての稲村に火をつけてしまいます。沖の方を眺めますと火はすでに没し、辺りはだんだん薄暗くなり、放った稲村の火が天を焦がします。この火を見た山寺では、ん、お、火事だ、五兵さんとこの家だと早金を打ちます。お、大変だ、急げ火を消すんだ。村の若い者は急いで火の手の方向へ駆け出します。続いて老人も女も子供も若者の後を追うように駆け出しました。これは昔火事となると村人総出で火消しに当たっていたというためです。そうだ、早く早くこっちへ来い。そう思いながら五兵は村人を見ています。やっと20人程度の若者が駆け上がってきます。よし火を消すぞ。待て、放っとくんや、村中の人に来てもらわにゃならん。何言ってるんだ五兵さん、あんたこのままじゃもんなしになっちまうよ。そうしてる間にも村中の人がどんどん集まってきました。そして五兵は、あんちゃんおるね、あんたもよしよしと後から上がってくる老若男女を一人一人数えます。いや何やっとるんじゃ五兵さん、はよ火を消さにゃ。村人たちはそんな感じで燃えている稲村と五兵の顔を変わる変わるこう見比べてました。その時五兵は力いっぱいの声で叫びます。見ろ、やってきたぞ。五兵の指さす方向を一同は見ます。遠く海の端に細い暗い一筋の線が見えた。その線はみるみる太くなり広くなり、ものすごい速さで押し寄せてきます。津波だと誰かが叫びます。海水が絶壁のように迫ってきたかと思うと、山がのしかかってきたような重さで百雷の一時におつるがごとし、ドーンという届きを持って陸にぶつかります。おーおーおお、村人たちは思わず退きつつ、村の上を荒れ狂って通る白い波の恐ろしい海を見ます。二度三度村の上を海は進んでは退き、高台ではしばらくの間何の話し声もありませんでした。一同はえぐり取られて跡形もなくなった村をただ呆れて見下ろしていました。稲村の火は風に煽られてまた燃え上がり、夕闇に包まれたあたりを明るくしていました。そしてはっと我に返った村人は、五兵さん、まさか俺たちを助けるために稲村に火を。
この時初めてこの火によって自分たちは救われたのだと気づきます。そして無言のまま村人みんなが五兵の前にひざまずきました。はい、これがですね、教科書に載った稲村の火の物語です。私なりにしゃべり口調で語っているので原文とはちょっと違いますけれども、大まかにこういう内容です。五兵は火事が起こると村人が総出で火消しをするという決まり、これを利用して大切なお米を稲ごと燃やして高台の五兵の場所へ集めたんですね。当時電話なんてありませんから急ぎ知らせる手段がありません。そこで生活の糧となる米を燃やしてでも火事だと見せかけて急ぎ村人を集め津波から守ったんです。で、これは物語ということで実話に基づいたファクションと申し上げました。ですからここからは史実についてお話しします。安政元年、旧暦で11月4日です。午前10時頃、東海道沖を震源地とするマグニチュード 8.4 規模と推定される安政東海地震が発生します。そして翌日、11月5日にも紀伊半島から四国沖を震源とした同じくマグニチュード 8.4 と推定される安政南海地震が発生しました。そう、なんと2日にわたり同規模の地震が発生したんです。この2つを合わせて安政大地震と呼ばれています。規模をですね、近年の地震と比較してみますとこんな感じです。地震のエネルギーを示すマグニチュードだけ見ると規模としてはまあこの位置なんですけども、どの地震も実際その場の揺れを示す震度の最大7を観測しているところがありまして、一概にマグニチュードだけで比較することはできません。できませんが、激震といえる規模だったのは間違いないです。浜口五郎の手記に沿って事実をお話ししますと、まず11月4日に起こった地震、この時浜口五郎は35歳で、物語よりも断然若く浜口家当主となって間もない時でした。手記には四つ時共振すとあります。その揺れが収まって五郎は海岸へ出て海を確かめたそうです。そこで波動く模様常ならずとありまして、2メートルの波が押し寄せては引く光景が見られたそうです。村民全員に警戒を促し、家財の大半を高台へ運ばせ、老幼婦女、まあ、つまり老人、幼児、女、子供ですね。この人たちは氏神八幡境内へ避難させたとあります。この八幡境内が広八幡神社のことです。そして数名の健康で強い者を引き連れて、海の様子を見に行くと、波はすでに船をつけるところですね。ここを乗り越え、小舟に岩石が当たり、壊れているものもあったそうです。ですが、実際はこれ、夕刻になると潮の勢いは衰え、夜になって元に収まったらしいんですね。夜が明け5日になり、海面の異常もないため村民らは安堵し、各自家に戻り共に無事だったことを喜びました。対話に時を移せりとありますので、まあ、大ごとに並んでよかったと話していたんだと思います。しかし次の文で、午後孫子2名はせきたり、泉の異常に減少せるを継ぐと書かれています。村民2名がですね、井戸の異常な水位低下を知らせに来たんですね。これを知った五両は何か異変が起こるのではないかと恐れたそうです。そしてその恐れは現実のものとなって現れます。その日の7つ時頃、現在の16時頃ですね、2度目の大地震、安政南海地震が起こります。その烈なること前日の日にあらずと書いておりまして、前日に起こった地震より揺れが大きかったことが書かれています。そして瓦飛び、壁崩れ、塀倒れ、人煙空を舞うと書かれてまして、大変な状況にあるということがわかります。揺れが収まると家族へ直ちに避難するよう指示します。また津波を予見したんですね。そして自身は村の見回りに行きます。そしたら西南の方角から巨砲を連発するがごとき響きが数回あったそうです。そして海岸に行ったところ、異常があるのではないかと思いきや、実はですね、未だ異変が認められなかったと書いてあるんです。つまり津波の前兆としてよくある潮が引くという光景がなかったんですよ。ですがここにおいて心密かに唯我独尊の覚悟を定めとありまして、これは災いが必ず起こることと村人を助ける覚悟を思ったということです。それで五両はみんなを励まし、逃げ遅れる者を助け、難を避けようしたその刹那、つまりその瞬間ですね、怒涛早くも民国を襲うと呼ぶものあり。怒涛というのは荒れ狂う波のことです。つまり津波がもう民家を襲っていると叫んだ人がいたっていうことです。ここから推察するに、海岸に異変がなかったにもかかわらず、間を待たないうちに津波が襲ったっていうことが伺えます。
すでに波は川を遡り、人、家が崩れ流されていくのが見えたそうです。そして瞬時にして潮流半身を没しとあるので、これ実際は五稜自身も波に飲まれたんですね。でもなんとかかろうじて丘に漂着しましてですね、背後を見ると押し流されるもの、流罪に身を寄せるものと悲惨な光景が広がっていたそうです。しかれども総卒の間、救助の良策を得ず、助けたくても助けられない苦悩が伺えます。そして一旦八幡境内に退き見ればということで、本人も八幡宮へ避難したんですね。するとそこでは避難している老若男女がですね、親は子を探し、子は親を探し、兄弟は互いに探し合うというようなありさまだったそうです。ご本人もとりあえず私自身は無事であるということを村人たちに知らせるべく、大声で無事を叫びつつ、家族が避難している場所へ移動し、無事を知らせます。家族は違うところに避難していたようですね。しばらくして再び八幡宮に戻ると、もう日が暮れる頃でした。そのため松明を焚き、健康的なもの十数人にそれを持たせ、逃げ遅れた人を助けに向かったとのことです。行く途中途中、助けを求める人がおりまして、助けつつ進んでいきましたが、流されたものにもう阻まれてしまって、これ以上進めないという状況になりました。そこで退却を命じます。でここで暗い中まだ助けを求めている人の道しるべとなるよう、稲村数十余りに火を放ったんですね。この道しるべにより助かった人も少なからずと書かれています。実際はこのタイミングで火を放ったんですね。はい。八幡宮近くへ戻ってきたところ、また大きな津波が襲来しまして、もう火をつけた稲村をも流される。この様子を見てますます天災の恐ろしさを感じたそうです。大きな波は4回にわたって襲ってきたそうなんですけども、この時の波が最も大きかったと記されています。はい、とりあえずここで一旦話は締めますね。なんと実話は浜口五稜も村人を助けている時に波に飲まれたんですね。九死に一生を得ていたんです。そう、津波を予見して行動したことはしたんですが、第一波はもう間に合わなかったんですよ。そのぐらい押し寄せる時間が早い。そして波が引いた時に、これまた危険を顧みず助けに戻り、すでに暗がりだったことから道しるべとして稲村に火を放つという起点を聞かせたんです。稲村の火の物語とは違いますが、勇気ある行動に違いはありません。そして実は浜口五稜、この後の行動こそが防災復興という今大事なキーワードに大きく関わる、本当尊敬に値する行動をしてるんです。この教科書もですね、そちらの方を重視して子供たちに伝えようという内容でした。次はその話に移りたいと思います。村自体は被害は甚大で、浜口家の米200俵を提供、住む家50棟を建て、防波堤を作るという大仕事の計画を立てます。そのための資金、これの大部分を浜口五稜が調達した。実は本当にこの広間の堤防はですね、後の広川町を守ったんです。シンガポールのリー・シェンロン首相、稲村の火の話は実話なのか、明治時代に海外に発信した人がいたんです。イギリスではこんな話があります。私この原稿書いてて本当泣きそうになりました、マジで。突然ですが皆さん、ジンっていうドラマご存知です？実はこのドラマで浜口五稜が登場してるんです。